はい、ヤフー YouTube、どうもナビです。さて、今日のね、ヘアスタイルを見ていこうかなと思います。で、今日はですね、前回っていうか、結構前にやった気がしたんですけど、なんか、僕の中で見てもやってなかったので、今日は、ブラックピンクのリサちゃんをいただいたので、やっていこうと思います。まあ、基本、ちょっと長いのが多いんですけど、まあ、ミディアムとかも含めてちょっとやっていこうかなと思います。はい。で、まあ、この時、行きましょう。で、この時なんかは、まあ、ミディアム、普通の前髪あり、なんかミディアムボブみたいな感じだね。まあ、名前なんて何でもいいんだけど、ミディアムボブ。みたいな感じ。前髪、目のラインギリギリで切って、まあ、鎖骨だね。鎖骨の長さのボブベースで切ってもらって、全体、まあ、ちょっと動きが出れるような感じにはなってるので、そうだね。鉢植えだね。鉢植えに段を、入れる感じですね、これに関しては別に下の部分、要は鉢から下の部分に関しては段は別にそんなに入れなくても量を減らせばいいかなと思います。下にちょっと重さを残しながら、厚みを残しながら鉢植えに段を入れることによって巻いた時にこう動きが出やすかったりとかする。まあ、これはこういうもちろんリサちゃんの髪質っていうのもある。髪質自体はもともとやっぱ柔らかくて細かったりとかで、量が多くて細いところが一番いいね、やっぱり。そうすると、やっぱり量も多いし、ボリュームも出るんだけども、細いから巻きやすかったりとか、手直しで効きやすかったりとか、そういうところの利点があるので、髪質もやっぱ重要にはなってくるかなっていう気がします。で、あとはもう、ほとんど巻き方なんだよね。巻き方。で、巻き方で、まあ、いろんな巻き方があるから別に、これじゃないとダメって俺は思わないんだ。思わないんだけども、まあ、見る限り、まあ、簡単にやるんだったら、まあ、例えば鉢下の部分は何か波巻きみたいな感じ、波巻きっていうかさ、この内巻き外巻きをこうリバリしてこう外人っぽいのをちょっと緩めにしてあげる感じで、それを全体的にやった後に、鉢植えもそうなんだけど、鉢植えの本当に少しのところは、縦巻きだね。まあよくあるじゃん。美容室とかでもさ、動画見ててもさ、全体的にこう毛先を外巻きにして、中間を内巻きにしてとかぐらいで、全体的にやった後に、ちょっとこの辺だけピッて取って、鉢植えのとこピッと取って、くるくるって縦巻きに感じさせて動かして、みたいな。そんな感じです。それができてるできてないだけの話なんで、実際こういう時に結構こう内巻き外巻きの、まあ、波巻きみたいな感じで作って全部作ってでこう縦巻きをする時に縦巻きを多く作っちゃう人が結構多いんだよね多分、とかやりすぎちゃう人も多いから本当にこういうのって写真で見るとどんな感じなんだろうちょっと多めにやってるのかなと思うけど実際写真で撮ってみると高画質とかで撮影とかで撮ってみると分かるんだけども本当にちょっとした毛本当に少しの毛が結構ブレたりとかこれがいらないとかっていうことになってくるからね実際のでは本当にちょっと本当にポンポンポンぐらいの感じでちょっと作るぐらいで十分可愛く見えるから、無駄に多くしなくて全然問題ないと思います僕はやりすぎ注意、すべてに対して。ヘアスタイルってのは大体まず、僕は、引き算で成り立ってるものだと思ってるので、巻き方も何でもそうだけども。なので、やりすぎは注意です。足してってやりすぎちゃうとダメかなっていう気がします、僕は。まあ、これなんかも、これはボブだね。シンプルなボブスタイル。アゴラインの
ワンレングスボブのスタイルだね。シンプルなんで前髪作ってみたいな。前髪はさっきはちょっと短めだね。眉毛の位置っていう感じでシンプル。 前髪がちょっと短め。何でもいいけど、やっぱ前髪作る人っていうのはこれだけの厚みだったりとか動かしとかこの幅が欲しい人は前髪というかおでこは広くないとダメ。広くっていうか狭いとダメ。難しい。この質感は、あの感覚とか幅感は出にくいので注意してください。うん、まあ、あとはカラーだからね。まあカラーなんて全然別の難しくなくて、もみあげ部分と前髪に入れればいいだけなので、簡単です。顔周りにブリーチして色を入れるだけ、それだけです。要はこの一線の部分ね、一線だったり、まあ、ここはもみあげもそうなんだけども、前髪もそうです。前髪はね、本当に一線薄くとかでいいと思うよ。これぐらいだったら、本当にちょっと見えるかなぐらいの感じ。それよりももみあげラインのところにちょっと厚みがあるから、その辺の幅の、ね、取り方は美容師さんと相談しながら、どれぐらい出るかなっていうの。まあもちろん、これぐらいでいいですかねって多分美容師さんに聞くと思うんだよ。うん、そこは美容師さんのセンスだったりとかさ、幅感に。取られるから何とも言えないんだけども、うん、あんまりこう多く取りすぎちゃってもこのスタイルの前は良くないかなっていう気がするから、どちらかというとここが本当に一線、ここちょっと厚みが出るぐらいな感じです。そんなにやりすぎない、うん、のがまあいいかなと思います。うん、やっぱり10年15年僕が入ってきての中で唯一変わったと思うのって、結構激しめなスタイルだったりとか強いスタイルから、やっぱりこうちょっと品のあるっていうかさ、あのデザインカラーでもやりすぎてないっていうのが要は美化されてきてる時代なので、あんまりやりすぎない方がいいんじゃないかなと思います。うん、まあロングの時、まあ、ロングの時も多いからね、今もロングでしょ。うん、まあ、ロングの時なんかはシンプルな、ね、アムロちゃんみたいなヘアスタイルなんで、顔周りにレイヤーが入ったロングスタイルだね。うん、これに関しては普通に先ほど見て前髪作って。ロングヘア、うん、もうこれ長いよね。どこまであるんだろう。おへそまではないか、さすがに。おへそまではないけど、どうだろうね。お腹ぐらい。うん。お腹までのロング。だとして、そっからこのさ、毛先がファッて動いてる髪の毛あるじゃない。で、これが結構多分広がってるから、多分顔周りにはのみだよ。多分10センチぐらいは段入れるんじゃないかな。うん、ま、顔周りどのくらい、どこまで行ってて、まあもみあげから顔周りラインだけでもいいし、行っても多分耳から前だけ、行っても耳から前だけの部分に段を10センチぐらい、後ろまで入れすぎちゃうと、あのね、ちょっと軽くなりすぎちゃう。うん、軽くなりすぎることが悪いんじゃなくて、このスタイルに関しては多分それぐらいしか入れてない。なので耳、人によってはもみあげから前の部分、本当にこの前髪とさ、この部分、ちょっとした部分、ここに段を10センチ入れるっていうのも入れるし、まあそこまでが少なすぎるってなったら耳から前。耳から前の部分だけ、じゃあ耳下の部分が一番長い。で、そこから段を10センチ入れてあげる。で、耳から後ろに関してはほとんど切られてないので、ワンレングスベースの形で問題ないと思います。やりすぎないような形。うん。そこがね、結構ね、どこから取るかっていうのが、多分ね、もみあげからだと、
まあお顔の幅とかにもよるからどっちとも言えないどっちがいいとも言えない、うん、基本多分ね、うん、あんまりこのもみあげぐらいが、まあ、ちょっと少なすぎちゃうから、まあ、耳前とかもみあげと耳の間ぐらいのラインのこの幅 2,3 センチ分ぐらいの幅、ここの幅をこう段をグッとつけると前下ろしてきた時にここだけ顔周りだけ軽いんだけども後ろは重さが残ってあげて、まあストレートアイランドがサッとした時にこういうちょっと動きが出るけども重さも残るっていうバランスになるので、そこはね、あの本当にバランスなんです、うん、気をつけてあげて、そこは美容師さんに相談しながら、うん、特にブリーチとかで傷んでると量を減らしたりとかさ、スカスカについちゃってとかさ、じゃあパサパサになっちゃうから、ただ段をつけて軽く見せるっていうことも大切な一つではあるのかなと思うので、その辺も含めてね、美容師さんに相談してぜひやってみてください。バイバイ。